令和の例は命令の例ではない。現在インターネット上にて本日発表された新たな言語の令和の例、命令の例だとか、アードコーダー騒ぎになっておりますが、こちら、この令和はめでたいという意味であり、さらに形容詞で使いますと美しいや立派だというですね、 意味となります。またさらに言えば、ご礼状の例と同じであり、命令の例という意味を持って、言語が作られたわけではございません。皆様、この言語に関して興味を持っていただくのは大変ですね。ありがたい話なんですけども、この令和の意味、万葉集の 例月から取られた言葉でありますので、命令の例ではないと、しっかりと理解していただきますようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。